ルイペドロドス・サントス・パトリシオは、ポルトガルレーリア兼、マラゼス出身のサッカー選手。エースローマ所属。ポルトガル代表。ポジションはゴールキーパー。幼い頃は、ストライカーとしてプレーしていた。スポルティング c p の下部組織に入団し、2006年11月19日の CS マリティモ戦でデビューして、完封勝利を収めた。 この試合では、クラブとポルトガル代表で、それぞれレギュラーだったリカルド・ペレーラの代役として、プレーし、試合終了15分前には、ペナルティキックを止めている。2007年夏にはリカルドが、スペインのレアルベティスに移籍したため、ベテランのティアゴ・フェレーラや、新加入のブラディミル・ストイコビッチと、ポジション争いを繰り広げ、最終的にパトリシオがポジションを掴んだ。 11月27日、UEFA チャンピオンズリーググループリーグのマンチェスターユナイテッド戦で同大会初出場を果たしたが、1から2で敗れた。2008年夏には、同胞のジョゼモーリーニョ監督率いるイタリアのインテルミラノへの移籍が噂された。2008年のスーペルタッサ・カンディドデオリベーラでは、FC ポルトと対戦し、 ルイス・ゴンサレスの PK をセーブする活躍で2連覇に貢献した。2008から09シーズンも変わらず、レギュラーとしてプレーした。2009年8月4日、UEFA チャンピオンズリーグ予選の FC2 エンテ、1セ,セカンドレグは94分の段階で0から1と劣勢であり、ファーストレグで0から0と引き分けていたため大会からの敗退が濃厚であったが、 試合終了間際のコーナーキックの際にゴール前にスルスルと上がりヘディングシュートを放って劇的な決勝点を演出した2009から10シーズンは30試合全てにフル出場しリーグ3位体の26失点に抑えたが得点力不足のチームは4位に終わった2018年6月18日ウルバーハンプトンアンダラーズ FC と4年契約を 締結したことが発表された。2021年7月13日、1150万ユーロの移籍金でエースローマに移籍し、3年契約を締結した。2007年に U-21 ポルトガル代表に初招集された。2008年1月29日にはルイス・フェリペス・コラーリ監督によってポルトガル A 代表に初招集され。 スイスのチューリッヒで行われたイタリア代表との親善試合に臨んだが、その試合で出場機会は訪れなかった。5月12日には UEFA ユーロ2008に臨む23人のメンバーに選出され、リカルド・ペレーラ、ヌーノに次ぐ第 3GK として大会に参加した。2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では終盤のハンガリー戦とプレイオフの ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でベンチ入りしたが、キム、ベト、ダニエル・フェルナンデスなど先輩たちの前に、やはり出場機会はなかった。2010フィファワールドカップ本大会に向けた代表候補24人に選ばれたが、最終的に本大会に出場する23人を決定する段階で落選し、6人のバックアップメンバーに回った。2010年11月17日、 スペインとの親善試合の後半に A 代表デビューを果たし 2010FIFA ワールドカップ優勝国相手に無失点に抑えた2011年に入ると W 杯で政治 k を務めたエドゥアルドに代わってゴールを守る機会が増加 UEFA ユーロ 2012-2014FIFA ワールドカップに出場し UEFA ユーロ2016ではレギュラーとして ポルトガル代表の初優勝に貢献した国際 A マッチ81試合で得点ありがとうございます。